もう。いや、大して可愛くないからって、後で編集で書いとこう。見える。見えるんだけど。よいしょ。だんだん上に行くと視界が本当に開けてきて、まあまだ自然体ですけど、結構木の隙間から。いろんな山が見えます。あと箱根町が見えたり。よいしょ。今日ね、歯が痛いのよ、すごく。なんでかというと、昨日歯の矯正ちょっときつくしたから、あと隙間を閉じるための作業とかしてて、歯を動かしてたから結構痛いんです。登山には関係ないけどね。よいしょ。あ、すごい、ここ開けてる。すごい。やばい、もう景色に目移りしちゃう。ちょっと足場ごちゃごちゃやな。よいしょよいしょ。景色がすごすぎて前に進めなくなってきちゃう。見てこれ。ちょっと待って、すごすぎるでしょこの景色。すごい。多分ね、今これ赤い人が見えると思うんだけど、多分ね、あれが多分そのうち合流するんですけど、多分明神ヶ岳っていう山があって、それにつなげ道なのかなと思います。すごいね。お、すごい。どうと、なんかもう、あれみたい。家畜場みたい。馬とか牛とか。よいしょ。言うてる間にすぐあったわ、看板。ほら。これ。で、さっき撮影したところが、もうすぐそこ。あ、ちょっと待って、こっちか。すぐそこ。あと金時山まであと20分。色がめっちゃ綺麗。ちょっと余裕はないけど。よいしょ。しんどい。何が最後？あの分岐20分やね。どんだけ早い人が行っとんねん。よいしょ。やっと山頂。
镜头如果有一点脏的话，这镜头不可能保证。阳光一照进来。